どうもエルザです。それではペーパーマリオ折り紙キングやっていきたいと思います。さあ今回このハート島からやっていこうかなと思います。ハート島ね、もうパッと見の形だよね。あーなんか軽くダンジョン系か。というかこれ島ごとにさ、この穴が開いてるってことは、そうだね、全部 100% しようと思ったらめちゃくちゃ時間かかるね。あ、すごい、ハートのマーク。あ、ちゃんとお金もありがたい。もう金を絞られるだけ絞られたからね。こう、こう、それが動いて上に行く。これは？嘘でしょ。それがなるの？お、懐かしい。なんだっけこの子は。ヨッシーアイランドのキャラクターだよね。そうなんだけど、あ、やっぱそうなるか。絶対踏むとダメなんだよね。プチパックン。あー結構ライフ高めか。ってなると安定的な攻撃したいし、アイスフラワー使ってみようかね。さあ紅茶へ、紅茶へ、紅茶へ。30ダメはでかい。お、整列して、どう来る。さあ2回回してかな。じゃあファイヤー。意外とアイテムが優秀だからね。ダメだ、1回目引けなかった。エクセレント引けなかったね。あー懐かしいな。転がると。あ、ハートの器。いや、ハートの器か、あれ。これ、多分。あ、敵じゃなかった。そしたら。ああそうなるね。でコットは何かしらギミックがあるんだね。転がすのに理由があるわけだね。上か、上に行かないとダメか。さあ、紙っぺら大量ゲット。お、リセット。マジか、マジか。
リセットがあったか。まあ、ありそうな気はしてたけど、仕方ないね。これで、おお、つながった。あ、そこがそんな感じか。で、転がしてもらおう。あー違う。あ、戻ってきた。それは汽笛が鳴るから、これか。でも絶対足りないと思うんだよね。あ、登れるだけか。くるくるって回ったね。叩くと、おお、架け橋が。ハートじゃなくてがっくりしちゃいました？安心してください。ちゃんとハートはありますよ。おお、ありがとう。20アップでかいね。さあ150と。またマリオさんの HP が増えたような気がします。さらにちょっと強くなったのかも。そっち行きたいんだよね。あー、そういうことか。トンと出して、どうだろう、合ってるかな。回転してくれるかな。特に岩だったね。それをさらに転がすと、落ちただけ。じゃああとどうするんだろう。ここが抜けれるだけって感じかな。あ、そうだね。あ、出た出た。あ、お宝の場所。ありがとう。結構探索系だね、今回はね。ははは。お ?3 階だと3匹 ?4 階だと、あ、3階までか。おお、来た。お前、いい加減しろよって言わんばかりの攻撃だったな。なんならね、1匹メカクッパ混じってんだよね。よし、5回か。そしたらまずキラブーツ。さあ、1000コインはゲットできると。これで、あとは普通のブーツで。ああ、それで5回か。5回叩いて戦ったから5体分ってことね。よく考えてるね。まあもう1回叩くけどね。もう1回叩いて様子見だね。さあ、1700円もらって、さらに、プラス1000だね。あ、もう、あー、そのコインは取れないよね。許してはくれなかったね。そっか、まあ、ハートゲットしたと思えば、でかいな。はい、出発。
じゃあ次行きますか。お宝の場所を教えてもらったし、あ、クローバーだ。クラブだね。クラブ島。ってことは、ハート、スペード、ダイヤがあるはずだね。行こう。今回、大海原探索で終わりそうだね。あ、全然いいんだけどね。楽しいから。うわー、探すの大変そう。どうした？キノピオくん。ねえねえ、どうした？はいはい。どうしたの？やったー、マリオさん、ありがとうございます。私、茂みを抜けて、あそこのパラソルのところに行きたいんですけど、マリオさん連れてってくれます？わーい、一言も言ってない。はい、いてー、しかも落ちたやーべー、めっちゃコントロールいいやついるじゃん。マジか、やるなあいつ。ちょっと休憩。あ、今回コメントなしか。ちょっと期待したんだけど。ありがとうございます。私と同じ仲間たち合わせて4人ここに集まりたいんです。左側見えるね。茂みの中から残り仲間連れてきてもらえますか？わーい。茂み、よし、あれ仲間じゃないんだ。茂みの中身3人と。そうか、君は味方ではなかったと。キノピオレーダーの充電は必要なさそうだな。また来な。おお、充電してくれるの？調べる。このマーク大事そうだけど、私は絶望かな。あ、見てね、クローバーが左。メモだけしておこう。なるほど、そういう使い方しますか。リアルにメモ。ああ、大海原いるとき。大海原だね。オッケー。もうキノピオレーダー使うか。おー、全く見えないね。えへへー。もうこの辺りにいるらしいんだが、引っかかった。さあ、あとシュンシュンってね。まだシュンってしてるよ。えへへー、シュン、えへへー、シュンってね。あ、踏めばよかったの。あ、踏んだらダメか。こうか。危ない危ない。ハンマーでいけるかな。大丈夫そうだね。よしよし。さあ、ボーナス300円ゲット。プンプン。そんなプンプンされてもな。さあ、1人2人、ほんとシュンってしてるね。3人目はプンプン。折り紙兵許さない。さあ、来たよ。ありがとうございます。4人のメンバーが揃いました。あー、クラブね、四つ葉のクローバー。きっちゃんです。きっちゃん、どっくんです。あいさんです。楽です。楽ボードエース。
喜怒哀楽。4人揃って喜怒哀楽。私たち4人組アイドルグループなんです。近々デビュー予定なんです。およろしくです。へえ。お宝な場所教えちゃいます。ありがとう。ああ、いいね。ちょうど、道順的にね。感情のままに踊ろう。それだけか。もっとこう、ダンスっぽいダンスかなと思ったら。あ、いいです。線はいらんな。線はちょっと多すぎるわ。そうか、ハート島で見てなかったもんな。はい、出航。そしたら上にも気になるんだけど、下の方だね。お、はてな島。さあどうなるかな。はてな島か。わあ、はてなだねー。いいねー。ほいほい、投げて投げて。ミニゲーム感すげえな。ぐるぐるー。さあ、手前、奥、いてー。なんで当たったんだ。マジか、かすってたか。いや、痛かったなー今のは。あー、ロックガボン。倒せないか。なると単純にファイヤーフラワーで燃やしてしまおうかな。さあ、燃やしちゃえ。もう直当てになるわけ、連続でね。さあ、さらにヒップドロップと。こうかな。もう一回だね。もう一回踏んで。あ、意外といけないかな。あ、大丈夫だったね。よし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 。あと1ターンか。スーパーヒップドロップ。いやー痛いねー。ポイ投げ。まだ倒れない。やっぱ30ぐらいかー。意外と強いっていうね。30ダメは結構高いねー。頑張ってダメージ稼がないとね。じゃあちょっと久しぶりに武器のセッティングだけでも、キラハンマーつけとこう。
さあハテナブロックゲットということはこのハテナブロックは、あ、来たー、最高なのが来たね。さて、おいた、それは当たるんかい。そしたら行くぜ。あー超気持ちいい。あー、そういうことか。コインはゲットしたけど、よし、これで OK。 全然、てかめちゃくちゃ見づらい、逆にね。あ、気持ちいいけどね、ボーンって出るのはね。危ない、ギリギリ。よし、ハテナブロック完成。なるほど、危ない。さあ一回テープ剥がして、落ちちゃった。落ちてしまった。意外とシビア。それダメなのね。意外と厳しい。さあ、あと1回。さあ読む。助けてよパラダイスドバイに。ほ、あ、こういうこと。ありがとうございます。お礼にこの海に眠るお宝の場所を教えます。お宝多いな。あ、戻る感じだね。となると、まあ、そのあたりはまた探しながらにしますか。調べますって言ってもないって感じか。さあ、船乗りキノピオ。さあ、コーヒー店かな。いや、レーダーだった。意外と。とりあえず助けておこう。ふう、苦しかった。やっと神詰まりが解消できました。ここは1003研究所の果てな島出張所です。行きません。あ、パワーブロックがまだそのままになってる。いやー、ダメージは食らったけど、なんとかって感じだったね。ゴリ押しできないのがなんと、何かとね。ゴリ押しがね、できないのよね、意外と。ハテナブロック見つけた。じゃ、斜めに突っ切りますか。じゃ、三日月島へ。これ、難点はね、島に飛べないのよね。ワープができると最高なんだけど。意外とできないんで、ちょっとね、そのあたりは大変だね。わあ、本当にこの形、お月様みたい。三日月って言うんですね。勉強になったな。だいぶボロボロだけどね。ウサギがいた。月にウサギか。その穴にも
いるんだろうね。意外と何も。おお、キラシッポ。ハンマー的役割だったね、確かね。これでつないで釣りができる。釣ろうではないか。おい、何が出てくるかな。やっぱ君か。普通だったね。これ並べろって言われても、こういうこと？よし、とりあえずゲット。あ、やっぱ強くなってるね、ハンマー自体もね。いや、三日月島だけどっていう感じか。あー、なるほどね。よくできてんな、それだったらそれで。さあ、土神様の力を借りましょう。さあ、見せ場だよ。ここで土神様って一体何でしょう。何が起きるかわからないんですけど、とりあえず盛り上げてみます。出てきたねー。あ、しかもお宝にテープが貼ってある。さあ、満月に変わっちゃった。満月島だね。もう君災難だったね。あれ、泳いでたはずなのにいつの間にか陸に上がってた。災難すぎるやろ。3つの棒を手に入れるにはダイヤ島を目指せ。ダイヤか。何入ってるかな。お、おめでとう、ダイヤの鍵ゲットです。怖っ。鍵を手に入れたよ。キノコの島で待ってるね、ルイージ。マジか。キノコノブ、キノコノブ。あー、あそこか。鍵を手に入れたらこの石板か、忘れずに見てね。そこよ、そこ。丸が右。丸が右。まあ、オリビアちゃんがメモしてるとは言ってるんだけどね。念のためハートも確認するか。おのずともね、多分ダイヤがね、なさそうなのよね。書き直して満月と。さあ、じゃあ、あとはダイヤ島探す感じだね。はい、出航。ちょっとついでにハート島もメモしに行きますか。斜め下。てか、キノピオのところにもちょっと行きたいんだよね。わざわざあるってことは話に関係あるってことだろうし。到着。さあ、これで開けれるはず。
キノコ島だね。反対側どうなってるんだろう。さあ、キノコノブ。わあ、ぴったりドアっぽくなりました。ほんとキノコのドアって感じだね。あ、ルイージいた。マジか。おいでよパラダイスへ。うん、パラダイスね。さあ、お宝の場所は入り口付近と。いやー、めちゃくちゃ兄は苦労して回ってるのに、彼はここでくつろいでると。え、ルイージさん？どうしてこんなところで寝てるの？むにゃむにゃ。兄さん、来てくれたんだね。大変だったよ。まさか大海原にあるなんてさ。ほら、ピーチ城の鍵だよ。はい。はーい。めちゃくちゃ気楽な渡し方やな。ルイージが持っていた不思議な鍵、ダイヤの形が描かれている。何それ、ダイヤのマークの鍵？まあ、鍵といえば鍵っぽいですけど、ピーチ城の鍵じゃないみたい。ルイージさん。これ、違いますわ。また違ったの。そうなのか。通りでダイヤの形なんておかしいなと思ったんだよ。ところで、ルイージさん、随分立派なお家に住んでるんですわね。ここは僕の家じゃないよ。海を泳ぎ疲れてちょっと休ませてもらっただけさ。泳いだのか、すげえな。そういや、僕が来た時も誰もいなかったな。休ませてもらった俺もまだしてないし、この家の人探してみようよ。おお、初めて兄弟での移動。マジか。兄弟で移動することになるか。マジか。よし。開けてみよう。おー、すごい、折り紙だ。うわー、なんだろう、ここ地下室、折り紙だらけだね。この家の人、よっぽど折り紙が好きなのかな。わー、久しぶり、懐かしいですわ。ただいまー。え、自宅なの？そうです、この部屋、私が生まれたところですわ。私はここで折り紙が上手な兄上に折ってもらったんです。おかげで私には命が宿り、こうして動いたり喋ったりできるようになったんですわ。ちょっと待って、折り目を折った兄上、折り紙だよね。そうだよね。じゃあ、その兄上を折ったのは一体誰なんだろう。次元の狭間に閉じ込められています。誰かいますわ。兄上を折った誰かさんなのかも。この家の人かな。兄さん探して助けてあげよう。兄上が折ったんだ。私はここでアニメに折ってもらったんです。懐かしいですわ。マジか。狭い、暗い。ああ、ここにいるね。きっと壁の中だ。助けてあげたいけど、魔法陣はどこかしら。どの方？便利な道具。色鉛筆、折り紙に直接絵を描き込んでリアリティを出す。輪ゴム、バラバラになった折り紙で束ねて置くのに便利。便利な道具に、パンチ、アクセントに穴開けてみよう。くるぐるも顔に開けないように。4、ホッチキス、最後の仕上げに合わせた部分を留めておくと丈夫になる。ホッチキスか。4番目はホッチキス。緊急スクープ、折り紙再開、最大のミステリー、すごいことが起きる禁断の折り紙。その折り方は複雑で膨大な手間がかかるらしいが、果たして真相は。なんかネタバレありましたね。そうだ、いい考えがあるよ。兄さん、僕を叩いて。え、いいの？マジで？この野郎。いいよ。おお、まさか、ブラザーの力を借りて。マジか。
お、落ちた。なんでもありだね。むしろ、ルイージに関しては叩かれて本望というか、また不思議な。さあ、調べよう。命折りの極意。命折りとは、熟練の技を持つ職人だけが修練を重ねて得得できる。折った折り紙に命が宿る究極の折り方である。命の折りをしながら念じることで折り紙に人格が生まれ、意志や感情を持つようになるだろう。命折り、私は兄上をこの命折りで折られたの。ということは、キノピオにものすごい恨みがあった人が折ったってこと？で、兄上はあんだけ恨みを持ってたという感じなのかな。これ全部折り紙でできてるみたい。すごーい。っていうことだよね。今の意識がっていう話だもんね。あ、でも、いるね。よし。剥がそう。あ、マリオさん、助けていただきありがとうございます。私はここで折り紙を折りまくってる折り紙職人です。折り紙職人？もしかして兄上折りました？オリビア、まさかオリビアかい？あ、やっぱ知ってるんだ。一体誰に折ってもらったの？オリーは一緒じゃないの？はい、それが兄上は。そうか、オリーがあちこちでそんなひどいことを。私がオリーを折ると命が宿ると同時にいきなり怒り出して私を壁に閉じ込めたんです。あ、はあ。その後、オリビアを完成させ、折り紙に使う道具たちと一緒にここを出て行ったんでしょう。折り紙職人さん、そもそもどうしてオリーを折ろうと思ったの？私は折り紙祭りのメインを飾る出し物としてこの折り紙状を準備していたんです。そして、城のあるとして、折り紙の王様、オリーと、妹のオリビアを折るつもりでした。でも、私の代わりに折り紙のオリーが、オリビアを折っただなんて。ああ、オリ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 、多い。私の職人技で生まれたオリーもまた、命折りが使えるということか。この騒ぎの原因が私の命折りだなんて、責任を感じます。職人さん、私は命をもらってとっても嬉しいですわ。綺麗なものをたくさん見られたし、楽しい思い出もいっぱいできて、たくさんの素敵な仲間と共に出会えたんですもん。だからひどいことはやめて、みんなで仲良く暮らせるように、姉上と話をしたいんです。そうだ、そのためにピーチ城の鍵を必要なんだっけ。こうしちゃいられないピーチ城の鍵を探さなくちゃ。みんな、またね。あほー。そういえばさっきルイージさんがくれたダイヤの鍵って何かしら？意外といつも大事な鍵だったりするから、あれもきっとそうなのかも。マリオさん、もしかしたら紫のテープと関係あるかもしれませんわ。もうちょっと大海原を調べてみたら使える場所があるかも。オリビアはマリオさんとの旅で優しさだけでなくとても強くなったみたいだね。私は折り紙を折るくらいしかできないし、オリーのことは君に任せたよ。マリオさん、引き続きオリビアをよろしくお願いします。はい、それじゃあ行ってきます。そうか。君が原因ではなかったということか。まあ、出世の秘密だね。ちょっと待って。オリビア、このメモを持って行って、きっと何かに役に立つから。これは、はい、ありがとうございます。えへへ、いいものもらっちゃった。それじゃあ行きましょう。なんだろう、もらったものは。さあ、相変わらず、ルイージ君も移動が早いね。さあさあさあ、ということで、今回ここまでにしましょう。まだまだ探索はある感じだけど、まあ、次回ダイヤの島が見つかるかな。あ、てかポジション的に左下右なんだ。ってことは、上にまっすぐ行けばもう見つかるということだね。
はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまただ。